パプアキンイクワガタは、昆虫湖甲虫目クワガタムシカキンイロクワガタ属に分類されるクワガタ。体長有 21.0mm54.0mm 体、mm、には、有志ともに金属光沢があり、いくつかの遺伝とは関係ない色彩変異がある。オスは黄緑色、青緑色、同色の3種類が普通だが、稀に黒など他の色の個体も見られる。メスには緑、青、 金色、赤、紫などオスより多くのカラーバリエーションがあり、またオスよりも光沢が強い。オスの大顎は上へと反り返り、内側にノコギリ状の細かい内歯葉がある。メス一般に知られるクワガタの生態とは違い、草に登って生活し、その汁を吸って生活している。前足にお状の突起があり、これをノコギリのように使って草の茎を切断し、 切り口から出る液体を飲む。メスは、この作業ができず、汁が出ている場所へと飛来する。パプアキン色クワ型はよく出回るが、多種の流通量は少ない。安価でまた繁殖も簡単であるが色が多彩なため、上級者から初心者まで広く人気がある。また、原産地では、おやつとして、足と羽を取り除いて、腹部を食べる。なお本種は、植物の茎を、 前足の斧状の突起を使って切断するため、日本に侵入すると害虫になる可能性があるので、野外に話すべきではない。A.B. バイリブ、ありがとうございます。